プラットホーム、岩塚駅は愛知県名古屋市中村区、岩塚町麻む階田にある名古屋市営地下鉄東山線の駅である。駅番号は H03。島式ホーム一面二線を持つ地下駅で可動式ホーム柵が設置されている。藤ヶ川かよりにはトロリー用の留置線と上下線の渡り線が設置されている。エレベーターは改札口からホームにつながるものと、 コンコースから一番出入り口につながるものが各駅設置されている。当駅は東山線運転区が管轄している。2019年度の乗車人員は324万3266人、同年度の1日平均乗車人員は8861人である。近年の年度別乗車人員の推移は下表の通りである。富士河駅の始発列車は、 高畑方面のホームである2番線から発車する。これは、前日の藤ヶ丘発岩塚駅の最終列車を、到着後そのまま2番線に、ホーム留置し、翌朝の藤ヶ丘駅始発列車として運用するためで、ある。終電後の線路工事などの都合で、岩塚駅に到着後すぐに1番線へ移動させて、ホーム留置する場合もある。交通広告メディアガイド2021年版。 名古屋市交通局。2021年4月4日閲覧。名古屋市交通局の組織 ABC 地下鉄、各駅乗車人員の推移名古屋市。ありがとうございます。